苦い、ちょっと。こんばんは。ちょっと暑いから扇風機。なんでこんなに暑いの今。暑いですね、皆さん。こんばんは。見える？暗い？ちょっと。ちょっと暗いかな。あ、家に帰ったとこって。ナイスタイミング。焼けたってきてる。なんか暗いよね。焼けてないのよ。肌も焼けてないし。暗い？なんか暗い？今ちょっと時間があるので配信しようかなと思って久々に配信してます。やっぱ暗いか。電気つける？あれ？あれどこ行ったっけな？よいしょ。はあ、エアコンのリモコンが消えた。てかさ、この時間帯に電気つけんの？みんな。これつけてた、このライト。確かに電気つければよかったんだ。なんか綺麗に映ったね。一気に。さっきさ、YouTube 撮ったんだけど、電気つけずにさ。やっちゃった。やばいかな。暗すぎたかな、もしかして。まあ明るく調整したらいいか。見ました、 YouTube。 嬉しい。編集中、りちゃんがやってるの全部やってる。そう、さっき撮ったのよ。さっきまだ平気かなと思って電気つけなかったんだけど、電気つけた方が良かったかもしらん。こんばんは、みんな。今私は時間があるから。なんか嬉しいな、編集上手ですって言われるの。おー、カムサムニダー。ポジねー。おー、진짜요、カムサムニダー。チュイダ、アンニョン。家の中にいてもあっちいですね。なんて暑いの今年は。
前までの動画と全然クオリティ変わらないのすごいよ。ありがとうございます。マジで勉強してる。マジで頑張ってる。もうさ、やったことがないさ、なんかエフェクトだったりさ、もうなんかようわからん言葉ばっかりすぎて、ねえねんみたいな。リミットカラーとかエフェクトコントロールとか、ねえねんみたいな。知らんねんその名前。師匠とかいうのいないです。全部一人で調べて、 YouTube で調べて、どうやってやってるんだろうと思って、 YouTube の動画見て、あ、こうやってやるんだと思って、それを編集で実践しています。だからなんかそれがうまくいってるのかどうなのか正直よく分かってない。だからさ、機械音痴の割には頑張ってると思うよ。自分でも言うのはあれだけど、お、YouTube から来ましたって。おお、本当に？一番嬉しいですね。初見です。ドッポン、ガチ勢です。博多弁丸出しやん。博多弁出して何が悪いバッティンガー。よかろうもん。またね、あの動画昨日1個編集し終わって、またちょっとねやらなきゃいけないなって思っているんですけれども、ちょっと今休憩をしております。新中よりスープどうなってもなし。2万再生いってないのよ。なしです。泣いた泣いたのは悲しみ。私はやっぱりそこにはいけないということですね。でも僕たちは戦わないのダンス動画は2万いきそうですね。1週間で。地雷メイクもなかなか地雷踏んでるんで見てください。マジで電気つけてやればよかった。電気つけずに撮影しちゃったよさっき。 YouTube ダンスかっこよかった。今度はちょっと万全でやりたいですね。公演終わりとかじゃなくて、ちゃんとなんかそれを取りに行く体力を残しながらやりたいな。ノーウェイマンとかね。皆さん、AKB のドッポン独り占めやってますか？やってまーす。編集で明るくできんの？できるらしい。調べた。まだやったことはないですけれども、やってみたいと思います。岩のやつもぜひまだ見てあげてください。わかんない。もしかしたら、うちさんが何かしてくれるかもしれないじゃん。やってる？やってみようかな今。ドッポン独り占め。みんな準備はいい？これさ、同じさタイミングでさやったらさできるんちゃうん？できるんちゃうん？これタイミングだよね、ドッポンってさ。ほら、ドッポン始まるよ。やってみる一回。みんな準備。でもさ、これ携帯で見てる人はさできないのか。
250位ぐらいですが、だってでもさ、千織のさランキングのやつってさ、あれ何なんだろう、あれ何なんだろうね。順位って何？私の中の順位とそのみんなの中の順位って違うのかな。千織が出てくんねんな。推しメンイベントみたいなのあるやん。やってますか皆さん。何人いるの AKB。 みんな頑張って。なんかランキングだったら全然後ろにいるよ。ちより88位だって。これどうやったら上がるの。わ、前にキーちゃんがいる。打倒キーちゃん。あともうちょっとキーちゃん抜かせる。これどうやってさやるんや。やってみるか今。行くでみんな。準備はいいですか。行くよ。やってみよっか一回。せーの、待て待て違うよ。せーのポンね。時差あるんかなこれ。やってみるよ。行くよ。行くよとか言って誰一人もやっとらんかったら悲しいんやけど。行くよ。せーの。やってくれてる誰か。ねえやってる？千織推しの人いないんだけど。ねえ。これ出てきた人いる？出てきてないよね。タイミング難しいな。うわ、ドボンされた、三役。もう一回しよう。もう一回しよう。行くで。ここ押すで。待ってね。せーの。ね。せーのってやって。オッケー。せーのだよ。じゃあ行くで。行くよ。え、せーのだからね。行きます。せーの。 もう来たんちゃん。
でも中二星やないな。なんかむずいこれ。全然。あ、15秒ぐらい遅れてんの。まさかの。なんかさ、ドボン返ししたいな。難しいね、なんか合わせてできないのかな。うわ、最悪、ドボンされた。うん、じゃあどうしよっか。26分になったら押すね。オッケー。針が12秒刺した瞬間に、うんって待ってな、準備しとこう。いくで。5、4。いくよ。5、4、3、2、1。難しい。出てきた人いないでしょう。あ、お話し会申し込んでよ、だって。そうなの、皆さん、そうなの、お話し会をできることになったので、9月頭かな、9月頭にできるようになったので、ぜひぜひ申し込んで、この話せなかった時期たくさん話しましょう。そう、お話し会がねできるようになったの。やばい、ずっとドボンされてんな。お話し会だよ。ね、ちょっと待ってな。あれ、どこ書いとるかな。どっかに書いて、ブログに書いてんのかな。 AKB、 モバイルメールじゃなくて AKB。 騙されました。あー、見やねーよ。 AKB、
あ、受付が始まってて、もう始まってるね、受付が。ああ、9月6と9月13日に大阪で予定だったやつの握手会の代わりとしてオンラインの会話あ、YouTube でやってるってさ、ぜひそれを見てください。でも何もないよりかはやっぱりこうやってお話できるのは私的にはすごく嬉しいからありがたいんだけど、そのみんながどう思うかにもよるよね。そのさ、握手会の件と、まあ、交換みたいな感じだから、それでも嬉しいって思ってくれるのか、いや私は握手だから買ったんだって思う人もいるだろうし、うん、難しいな。でも私はなんだろうな、そのオンラインのお話し会でもみんながあ、お話し会できてよかったなって思えるような時間にはしたいとは思ってるけどね。握手会ではないからね。そうだね、秒数が、まあ、短いっていうのもあるのかな。今回長くはないだろうね。でもそのタイミングを待ってたらさ、いつにはじゃあ絶対握手会できますっていうのもさ、絶対多分分かんないからね。初めてだから実際に会って握手会、ああね、本当はそう、本当はそう、実際に会った方が絶対にいいに決まってる。そうなんだよね。だからまあなんだろう、嬉しい、絶対に来てねとはさすごく言いづらいけど、でももしいやそれでも行きたいよとか行ってみたいよって言ってくれるからには全力でその時間を無駄にしないっていうか、なんかなんだよってこう思われるような感じにはしたくないからね。せめて楽しかったなーって思って帰ってもらえるのが一番私は嬉しいけど、私も初めてだからね、どんな感じになるのかわかんないけどさ。あ、短いという、完全に時間でカットされて次の日、あ、なるほど、ハケの時間がもう完全にもうプッってこうなっちゃうってことね。うん、なるほど。まあ実際に会ってないからね。久しぶりって言い合いたいよね。それは本当にそう。何してたのって。元気ですかってお話をしたいですね。ああ、STU のオンラインサイン会は大成功だった。ほうほうほう。うまくいけばね、ちょっとなんかいろいろできることも増
増えそうだけど。なんかさっきさ、たくさんご飯食べたの。たくさんご飯食べすぎてめちゃくちゃ眠い。でも編集しなきゃな。あー、編集しなきゃ。なのでこの配信が終わってから編集しよっかな。そうね、編集しよっかな。なんか、ダンスとかの動画の方がみんな見たいのかな。変身、変身、編集です。ぼこした。ぼこした。ぼこした。そうだね、ワクチンね。そのワクチンもさ、手に入れるような値段になるんだったらいいけど、なんかね、高そうじゃない最初。会いたいですなどなど。地雷メイクのやつ見たよって、嬉しい、ありがとう。最近の桃芽の写真って色っぽいよね。あ、本当ですか。なんか色っぽいっていうか、熱すぎて多分勝手に肌が出ちゃってる。勝手に肌が出ちゃってる。うん、色っぽいのかな。ちょっと見返してみよう。どんな写真送ってるっけ。あー、でもまあ、メイクするさ、タイミングもさ、そんなないんで。あ、すっぴんのやつとかね。すっぴんにタンクトップみたいな感じかな。ツヤね、ツヤっぽい。あー、なるほど、色っぽいと間違えました、すみません。グレード、眠たい、眠たくなってきちゃった。今日は早く寝ようかな。昼寝したらって、なんかさ、昼寝してる人多くない？私昼寝できないんだけど、なんか昼寝したらさ、頭痛くならない？でもな、寝ないとさ、ずっと眠たいじゃん。今日早かったからさ、朝が。
お昼寝は30分。もうさ、この時間ってお昼寝じゃないね。寝ればよかったかな。眠いよ。あんにょん。よろぶん。昼ごねよ。チャーミス。チャミッタ。編集何時間かかるの？自分でもわからない。どんぐらいですかね。ものにもよるけど、集中が私全然足りないから、ちょっとやって休んで、ちょっとやって休んで、ちょっとやって休んでみたいな感じが多くて、それをグッてしてどれぐらいかかってるかなって調べたら多分3日かな。やばくて、やばいやつで。でもそんなないやつとかだったら、その報告がありますみたいな、皆さんに聞いてほしい話がありますっていう YouTube 出したんだけど、それは結構こう言葉で伝えたから、それはね、そんな1日もかかってないかな。私がね、びっくりしてるのは、自分でもびっくりしてるのは、ここだけの話、ダンス動画を出したんですよ。僕たちは戦わないっていうダンスを YouTube に出したんだけど、その時に、まあ、それが劇場公演が2日連続で終わった夜にあって、で久しぶりだったからさ、体力もさちょっと追いついてないんだけど、その日しか使えないっていうことで、その日に僕たちは戦わない一発で踊って、でその後ちょっと練習してでやって、で結構遅かったの、それがね、何時ぐらいかな、10時ぐらいに家に着いて、10時9時ぐらいかなで終わって、でもなんか私さ、ダンス動画ってすっごいなんかやっぱワクワクするっていうか、大好きだから、ダンスやっぱり早く人に見てほしいとか、あ、こういう風に編集したいとか自分の中でも考えながら撮ってたから、早くなんか編集したくて、でそれをもう、その帰ってめっちゃ汗だくでお風呂にも入りたかったんだけど、それよりも編集早く終わらせたすぎて、その日に終わらせたの編集を。まあそれ気づいたら2時ぐらいになってたんだけど、時間ぶっ通しで、で帰ってきてすぐご飯も食べず、公園からご飯も食べないでやってたね。ご飯食べるの忘れてたな、お腹空いたなとは思ったんだけど、そう、劇場公演の前もそんなご飯食べないようにしてたから、めちゃくちゃお腹空いちゃって、お腹空いてたんだけどダンスも踊らないといけないし、で帰ってきてすぐ編集もしないといけないし、で終わったら逆にお腹すくよりも疲れたが先に出ちゃったから、とりあえずお風呂入ったりしてたらもう眠たくなっちゃって、その日はもう何も食べず、何も食べずっていうか、まあそのまま寝ちゃったんだけど、その時の自分は自分で褒めたたいた。よくやったチオリよって。編集も慣れてないのにさ、一生懸命さ、まあダンス動画だったからそこまでなんかカットしたりとかなんか難しいことなかったから全然良かったんだけど、それにしてもまあ何時間で終わらせて、すぐサムネを作って、ですぐ送って、よしよし頑張った頑張ったってやりました。一人で誰も褒めてくれないからさ、誰も知らないじゃん、そんなね、なってるなんてさ。
すごいねって、なんか本当はなんか分かんない、承認欲求なのかなこれが、なんか認めてほしいというか、よくやったねみたいな、なんか本当にすごいねみたいな言ってほしくて、誰かに、誰かに少しでもいいから、あ頑張ってるねって、あなんかすごいやんみたいな、成長してるやんみたいな言葉がもう欲しくて、その時もう自分のおめでもうよく頑張ったねだけじゃなんか満足できなくて、だからその日その次の日かな、妹に電話して聞いてもらって、こうこうこうでさみたいな、この日に終わってすぐ動画撮って編集も終わらせたんだって、どう思うってどう思ったって言ったら、すごいやんって言われてってなった。はあ難しい、難しいよ、そう妹もね YouTube やってるの、実は私と同じぐらいのタイミングで、妹はねダンスとかかな、ダンス歌あげてる、なんかやってるっぽくて頑張ってますね。チャンネル名公言してるっていうのは誰の？ドボンで千代に会いたい、会おうよ、さっきやったの、ドボンできないかなって、ずれてるみたいこれ、泣いた泣いた、セルポー、私の最近の日課は千代チャンネルを見て再生回数どんぐらいいってるんだろうなって、こうやって上になんかこうやってこうやってこうやって上にするのが日課です。あとねコメントを読む、めっちゃ見てるの私コメント、でもさいいねがさまだなんか押したいですって言ってるんだけど押せなくて、まだでもちゃんと読んでるからね本当に、あとなんか下向いてさやること多いからさ、あ首が痛くて助けて、かなり地雷踏んでるメイクだね、ちょっと引いちゃったよチアリン、違うメイクもチャレンジよろぴく、こんな感じのテンションでさちょっと引いちゃったよとか言われちゃうんだね。この動画もちゅうちゃん編集してるのかな、編集めっちゃいいやん、これめっちゃ嬉しい、こういう方言われる、こうやってねコメント読んでまた新しいコメント出てきてないかなって、コメントもなんか時間が出るのよ、それを見てる、逆にもうちょっと大胆にしてはしてもいいのでは言われてる。でもこれに対してめちゃくちゃ可愛いやんっていう、どういう気持ちで言ってるのかわからんコメントもある。いろんなコメントがありますね。そうコメントいいねしていきたいんだけど、なんかしたいですって言ってるんだけど
なのでもしまたお父さんがお店とかこうやって出せるようになったら、ぜひ遊びに行ってあげてください。今の時期ね、こう福岡に行くのがさ難しいっていう人もすごくいると思うし、あれだけど、ぜひ。ここに行ってみてね。なんかお父さんのインスタを詳しく見てください。やるみたい。ドレッシング韓国への輸出お願い。あー確かにやってないのかな。ラジオ聞かないで私の名前が出たって嬉しい。元気かな、おっきいさんもなっちゃんも、もちろん他のね HKT メンバーもいろいろやってるからね。そうね、行きたくても行けないよな。ね、早く日本に行きたいって来てほしいです。保護しっぽちんちゃ。なので皆さんぜひ遊びに来てください。福岡にいる人とかね、行けそうな人、近い人とか。しーちゃんと最近連絡取った？取った取った。ねえ、なのでそれぐらいかな。私が今ちょっと言いたいのは、とりあえず私は YouTube の編集とサムネをたくさん早く早く終わらせて、その内容がたくさんの人に見てもらえるような内容でちゃんと再生回数もいくようになれば、私はもうとりあえず今の人生は最高になる。 YouTube で結構左右されてるな今の私。ぜひ皆さん、まだ見てない人とかもいたら見てね。私もちょこちょこ気分転換に編集でってなったら、こうやってショールームちょこってもしようかな。一石二鳥だよねきっと。みんなもさ、少しでも配信してくれたら嬉しいって言ってくれる人も結構いるから、それだったら私も気分転換にさ、こうやって話して気を落ち着かせてみたいな感じだったらさ、いいよな。ということで皆さん、ちょっと心が落ち着いたというか、いい休憩になったので編集に取り掛かりたいと思います。明日もねちょっと早いので、結構まあ早めに切り上げてやりたいと思います。ダンス動画本当に何回も見てるって嬉しい。やっぱさ、ダンス動画っていいんだろうね。なんかまた次こういう動画がいいとか、この曲お願いしますとか何かあれば、あのコメントをむっちゃ見てるから、あのいいね押してないんだけどむっちゃ見てるから、って
書いてね、こうやってぜひ。じゃあ皆さん今日はまたなんかちょっと明るい時間に配信しちゃったけど、遊びに来てくれてありがとうございました。編集ファイトですって、ありがとう。心霊系してほしい、言っていい、私一番苦手、心霊系が一番苦手です。だから私は絶対にやらない、絶対にやらないね、怖いじゃん、どうするよ、ボンってついてきちゃったら。夏だから一歩目温度とか見ますか、私が一歩目温度っていうダンス見ますか？なんかわかんないけど、結構ダンス踊れるやつの方が見てくれるのかなって思っちゃう。チャルジャヨーって、チャルジャヨー、アンニョン。 YouTube を見る日にします、最高の日だね。チャルチア、チャルチア、チャルジェア、バイバイ。まだプレゼント送るわ。いつでも待っております。後ろの女性は誰？あ、後ろの女性はですね、あのねねちゃんです。何でも見ます、かなりレアになるよ。どれどれ、一歩目温度、ノーウェイマン。ねえ、私さ最初ノーウェイマン踊ろうとしたんだよね。でもミャオさんがさ、その同じようなタイミングで上げてらっしゃったので、あ、これは同じものを上げるんだったら違うやつを上げた方がよろしいかもしれませんと思って途中で切り替えちゃったんです。あ、公園のチューちゃん好きすぎる人にとって踊ってみて嬉しかった。嬉しい。ねえ、ちょっとかぶっちゃうのはってなっちゃうじゃん。だから途中で変えたの、マジでその日に変えたの、撮ろうと思った日に変えたの。しかも僕のやつのことで頭いっぱいいっぱいだったから、私も。ティーチャーティーチャーね、ユキリンさんが前やってたんよ。でもまあ私は定点とかで撮るからまあいっかな。あつ森の中のしましょうか、言っていい？全然開拓してない、半分しかやってないからお見せできるような内容じゃございませんのよ。めっちゃやり込んでたら多分見てくれる人はいると思うんだけど、中途半端すぎてさ、メンバーの島を行くとかだったらいいと思うんだけど、もうやってなさすぎて通信もさ解除しちゃったんだよね。またやんなきゃいけない。まあ、すごいすごいコメントしてる。さっし24時間テレビ頑張ってたねって。24時間テレビ全部は見れてないけど、ちょこちょここう見た時にね、サッシーは私のもう永遠のなんだろうな、目指してる、目指してるって言ったらなんかあれだけど、理想像というか、もうリスペクトがすごい、マジのマジ、もうマジモンのリスペクト、サッシーは本当にすごいと思う、本当にすごいと思う。
リバーね、誰かあげてたよね。でもする姿を映像で撮ってください。それさ、今さ編集してんのよ。編集する姿を編集してんのよ。マジ難しい。でどうしたらいいの。ここだけだから言うけどさ、難しい。こうなんかいろいろ画面が混ざっちゃって、こう編集してる画面と編集してる千織も見せようと思ってさ、いろいろやってんだけど、2画面でやってズレとかもさ直さないといけないじゃん。難しいってなんて難しいの。あの編集すんごい嫌なの。すんごい嫌すぎて、自分でこの編集あもうすんごい嫌だと思って別の編集にしちゃってさ、それを昨日終わらせたんだけど、もうすんごい嫌すぎて今日やる。ね、めっちゃ石原さんに撮ってもらうしかって言うやん。めっちゃ言うやんそれ。韓国が難しい。オリョプト身長オリョプト、はあ、クレドハーゴシッタハングル昆布ハーゴシッタ。いや文法に問うからな、頑張ればできるんやろうが、いろいろやることが多すぎてなんかってなる。もう韓国語勉強するんだってもう韓国語にもってこうさ集中したいんよ、こうやって。でもさ今もう時間とともにさ編集しなきゃいけないし、プラスこう撮ってる動画とかもさ着々と進めなきゃいけないみたいな。それプラスなんかまあ AKB の仕事もちょこちょこさ入ってきてるので、そういうのもちょっとやっていかないといけないってなったら、そんなめっちゃくちゃ忙しいってわけじゃないんだけど、自分の中でいろいろやらなきゃいけないことがちょっとずつ山積みになっちゃって、って感じです。難しいですねやっぱ人生っていうのは。ということでやっぱこうやって話してる時にやっぱ編集のこととかいろいろ考えると、あやばい、やっぱりしなきゃ、あすごくやりたくないけど、あすごく本当にあの編集すごく難しいし、あ本当に逃げたいって思うけど、あでもそういうふうに思えば思うこともっとやりたくなくなっちゃうな、あじゃあ今やろうって感じなので、今からやりたいと思います。チューナーできる、それな。何かしら着々とはやってこれてるんよな。自分が嫌なこともさ、嫌だって言わずにさやってきちゃってるから、今まで本当は嫌だけどやんなきゃと思って。でもまあ何かしらできちゃってるからさ、まあできるんだろうけど、メンタルの問題よな。でもありがとう、みんながそうやって言ってくれるから私はまたあちゃんとやらなきゃって思わせていただいてます。ということで皆さん、今日もいきなりの配信でしたけれども、見てくださってありがとうございます。はい、じゃあ私は今から編集をやっていきたいと思います。みんな見てくれてありがとうございました。またいきなりこうやって配信することになると思うんだけど、まあ、いつものことだからと思って楽しく登録して待っててください。時間があるときはチオチューブ見てください。ではちょっと眠気も襲ってきたということで、一回ちょっとショールームをやめさせていただきます。
こちらこそ配信見てくれてありがとうございます。そしてオンラインお話し会もなんかやるっていうことだったので、もうね受付も始まってるので、ぜひ AKB ブログから飛んでぜひ遊びに来てください。握手会とは違って直接会ったり触れたりはできないんだけど、でもまあこうやって会話お話はできるので、少しでも楽しんでもらえる時間になればいいなって思います。息抜きみたいな。なのでぜひぜひ今年まだみんなとお話できていないので、直接ねできていないので遊びに来てください。9月とかになるのかな、それができるのがね。なのでまだまだ受付はしているので、ぜひ遊びに来てください。じゃあ見てくれてありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。本当にありがとう。アンニョン。チャルジェヨン。止まんなよ。